ゆうとも。よし。今日は何回目のあれですか？体重測定ですか？3回目？3回目だっけ？1回目があれだよね。来てすぐだったっけ？すぐか。で、1ヶ月来たのが6月なんで、生後1ヶ月と、2ヶ月と、で、今回で3ヶ月目か。そうだね、3回だ。じゃあやっていきますかね。こちらもだいぶ大きくなったからな。もう持った感じすごいんですよね。本当にめちゃめちゃ重い。本当ずっしりしてるし、お腹もパンパンだし、もうブダって感じだよね。モモトって言ってあげてよ。豚じゃないか。だってピックって言うじゃん。ギニアピックって言うじゃん。ピックだけどもね。はい、じゃあこれと、まあもうこいつらでかいんでね、やっぱこれですわ、やっぱこれですわ。うん、2回目からまあ活用してるんですけどね、いい感じですから。じゃあやつらを引っ張り出していくか。おい、来たよ。いててせーの。はい、うわー、痛い。682、ふうくん。でかっ。でかっ。682。なるほどね。だいぶ大きくなりましたね、あんたもね。うん、だって最初200何とかだったからね。うん。まあ、もう大人ですわな。成人だ。成人モルだよ。成人モル。大きくなったね。もうだって持った感じわかるからな、でもな。よか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 。ほれほれほれ。こうなったらもうイジイジだよ。フライパンでイジイジ。もう終わったと思ってるだろ。はい、ありがとう。よいしょ。ムー君、君はじっとしててくれるよね。毛がすごいんだけど、フライパンの中に。あー、チモシーがやばい。チモシーがすごい。はい、ムー君です。あー、ムー君おとなしいね、やっぱりね。君は偉いや。うん、703です。ちょっと差が出てき始めたね。お前、すごいな。でも横幅は違うかも、ね。横幅違う。なんかね、ずっしりしてんだよね、ムー君の方がやっぱり。横幅違うかも。あ、本当。うん。もうチモシーだらけよ、本当に。また毛だけじゃないんだね。うん。かっこ食べてるのか、食いしん坊だもんな。ね。ちょっと本当に着たての写真をちょっとここにポンって載せときますけど、だいぶ違うよね。だって片手で収まるぐらいだったもんね。うん。うん、できる。ムー君は本当に前からあれだよね、おとなしいからいろいろと扱いやすいよね。扱いやすいって言っちゃ怒られちゃうか。ものじゃないぞってね。でもね、事実なんです。いろいろおとなしいから怒るときは怒る。怒るときは怒るけどね。基本ね、何されても動じないところだから。そうなんだよね。怒るの動画とかもね。毎年なんだよ。比較的おとなしいし。爪切りもおとなしいし。うん、爪切りもおとなしいね。確かに。やった。やった。ちょっとプッて。それ、へじゃない？違う違う。あれ？あ、別ね。プッて。たまに、ワンパターンプあるんだね。やっぱもう大人だから、あんまり泣かないね。でもね、餌欲しい時とか、たまに泣くんよ。あとは、なんだ？そう、餌欲しいとき、お腹減ったとき、たまに泣いて呼んでくるんだよね。そう。じゃあ、703でしたかね、確かね。うん。OK、ムー君703。大きくなったな。じゃあ、今日はこの辺かな。うん、バイバイ。